はい、リニューアル記念の恋道楽さんの恋を紹介していきたいと思います。恋道楽さんが、不在のため、いただいたコメントを踏まえて大宮の方が、説明していきたいと思います。まずこの恋の、いいところはですね、この紅質が柔らかくて照りのあるところです。この紅はですね、大きくなってくると、目立ってき、ますので、どんどん大きくしていただきたい昭和ということです。またですね、この墨模様が良いところもこの恋のポイントではないでしょうか。軽く見える頭の模様もしっかりと墨模様がありますので、全体的に迫力のある模様に今後なっていくんじゃないでしょうか。前回の第43回の東京大会で総合を取った昭和も、こんな頭の模様は軽いけどしっかりした墨模様がありました。そんな風になってくることを期待して、想像して、どんどん飼育して大きくしていただければと思います。じゃあ横の方を、ちょっと協力をいただきながら見ていきたいと思います。はい、はい、ごめんなさい、大きいプールなのでなかなか鯉をつかむのに時間がかかっておりますが、はい、ここはこんな感じです。いいですね、紅に照りがあって非常に。でこちらは、紅模様は少ないですが墨に地をしっかり持ってるので、これがどのようになっていくか楽しみなんじゃないでしょうか。はい、恋道楽さんの恋は大きくなることにも定量がありますので、飼育してどんどん、大きくしていただければと思います。はい、こちら恋道楽さんの昭和で2歳メス、サイズの方が60センチです。ぜひよろしくお願いします。